の恋だ。きっとこの家の中から誰かが僕を誘っていた。きのこの家の窓から見える暖かそうなスープのお鍋。僕たちの世界にはきのこのうちがあって、夜の月の家の住人、変な生き物たちだよ。薄い光、家の周りぼんやりと照らし出すんだよ。キノコのお家の中の人はね、僕を